さあ今回は週末クリッカーやっていきましょう。ボスおはよう、ウッキー。ついにこの日が来た、ウッキー。今こそ長年の研究と実験の成果を全世界に見せつけてやる、ウッキー。そうこいつ脳みそが危ないことになってんな。ボカンと一発、世界丸ごと破壊。ひえー、地球破壊爆弾か。 iPhone のアラーム音と一緒だな。え、ここ押していいんですか。ほい。あ、てへ、世界壊滅させちゃった。シェルターを作って無力な人類の生き残りからお金を巻き上げる、ッキー。そしたら億万長者にでも無料耐数長者にでもなれる、ッキー。レッツスタート、ウッキー。カオス。計算してみたけど、もう一度週末を迎えればもっとミュータントが増える、ッキー。はあ。ワークショップ、これはあれか、1秒間に毎秒生成してくれるやつか。で、この 4. 点いくつっていうのが上にあるのが総数で、これでこのワークショップ自体のレベルを上げていけると。今4、ゴー。いいっすね、増えるスピードも速い。で、20溜まったら次のいけると。何もかも計画通りだっき。大勢の人がシェルターに逃げ込んできたっき。部屋を増やしてもっと人を集めるっき。パワー、カチョンカチョン、ポチポチポチ、どんどん上がるぜ、どんどん上がるぜ。増える数の方がレベル上げの速さより速い。部屋についている星一つごとにコインが入るスピードが倍になるっき。ほう、星がいっぱいになれば部屋がグレードアップしてもっと儲かるっき。ほう、ちなみに普通の適当なところタップの通常タップはないのか、もう自動的に増やすのみか。ウォーター、わら。ボス、次の段階に進む時が来たっき。そう、スーパーチャージャーを起動。な、何それ、この左下のやつ。こんな狂気に満ちたぶっ飛びプロジェクトにコーヒーとかお砂糖とかいる。これでここに住んでいる人をスーパーチャージして生産性を上げるっき。ルーレットを回すっき。準備 OK。 ちょっと4倍、パージェロ、パージェロ。お、いい感じ。しばらくはこのスピードで回るっき。なるほど、毎秒生成のが4倍になるってことかな。動かなくなったらお知らせが届くっき。そしたらまた起動するっき。クールタイムね。お、動画を見たらまた回せるのか。ん、これで、元に戻れる。お、フード。てけーん。今4倍で増えてるってことかな。今のうちにどんどん増やしておく。動画を見たら、今、左下に1時間59分ってあるから、2時間の間4倍の生産率ってことなのかな。溜まるの、あっという間になるからな。カチカチカチーン。まだワークショップに星が2つついた程度か。どんどん上げていくぜ。下のやつから上げてった方がいいんだけどね。つい上げられるから、上のやつとかをどんどん連打で上げちゃってるけど。ワークショップが星3つ、レベル110か。お、いけるいける、キッティーン。1プラス1人、どんどん増えてくぜ。この3つ空いてるところはあるけども、ここは何が出てくるんだろう。サイエンス、トレーニング、ハウジング、ホビー、エンタメ。おお、順調ですね。こんなに効率というかね、テンポ良くていいのかな。右上にかける1ってある。これはちょっと動画を見てもう一度回す、やっちゃうか。ん、スーパーチャージャー準備 OK。 あれ、音が出なくなっちゃった。2倍ってことか。さっきの4倍の方が良かったかな。音が止まったままなんだよな。どうしようこれ。おや、再起動しても音が戻らない。どういうことだ。キキモンキー、どうしようこれ。地上の薬病神を監視するっき。そいつは自分がどこから来たか知ってるっき。見つけたらタップして絶滅させるっき。こいつか。一旦ちょっと中断して様子を見ないとな。中にコインが入ってるき。ほう、チリツモで増えるき。ぐしゃっと、全部まるっとぐしゃっと。じゃあ一旦ちょっと切ってみよう。よしよし、治った。
どこかの郊外、お、トレーニングがいける。声が可愛いな。桁が早いな、動くのが。もう下の方ね、ミリオンの数字も出てたし。お、敵が出てきた。やっつけとく。破壊ラーブ。ボスがもう一度世界を壊滅させたら、この人たちはどうなっちゃうのか気になるき。つまり周回プレイできるってわけね。これ左から2個目のはリフォームグッズ、ドゥームハンマー、ワークショップの生産性が 20% 上がる。おお、いいっすね。なるほど、あれですね、ショップですね。各施設の生産性が上がると。真ん中のは、お、なるほど、最初からやり直す方が儲かると。ある程度溜まってきたらね、えいとリセットすると、うわー、全体の生産性が上がると。ミュータントボーナス、おお、現在のミュータントが7と。世界にあなたのとんでもっぷりを堂々公開しましょう。ツイッターシェアかな。でまたワークショップからスタートと。しかしたまりは良くなってんでしょう。お、人間よ、我がビデオを見ればスーパーチャージャーを60秒間50倍。お、やります。さあ50倍にはなったけども、現在の総数自体がね、大したことないから、まずはどんどん上げて、さっきぐらいの数に戻したい。まあ50倍だからすぐに次のが買えるようになってんじゃないか。まだキッチンまだ、お母さんご飯まだ、おい、ここもなんか買えるか。お、いいね、どんどん上げていく。戻るにホーム、ワークショップとパワーのやつが上がったのかな。下にシュッシュ、いいな、気持ちよくどんどん上がるぞ。あー、もうあと20秒で。よし、サイエンス、いいですね、どんどん上がってどんどん上がって、このポチ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 とレベルを上げていくのが楽しい。すぐに上がるからな。ほいほい、もう次のいけるか、まだか。あー、残り3秒。お、いける、トレーニング。あー、終わっちゃった。さっきの2倍のやつが残ってると。4倍にして、また動画を見て4倍とかにしといた方がいいかな。まあ2倍でも十分。お、いっぱい敵がいる。輝いてるッキー、ゴールドを使うと仕事がはかどるッキー。アップグレードのやつね。お、なんだこの鉱石のやつは。これはゴールド、これを使って、ほうほうほう、部屋の利益が永久に3倍とか、週末なしでも人がミュータント、7日分時間を早送り、ハイパースーパーチャージャー、スーパーチャージャーの収益倍率がプラス1と。で、これは多分リアルマネーとか、あとは広告を見たりしてって感じかな。ゴールド2倍セール開催中。あー、リアルマネーですね。無料でないのかな、広告を見てとか。ちょっとリアルマネーを使う気はまだ起きないな。ほい、どんどん出てくるね、敵も。ミュータントかな、チリツモで増やしていくと。ただ上ばっかり見てるとこの下をね、みそびれちゃうんで、少しずつ地下に潜って、シェルターに潜って、ポチポチポチとレベルアップをしていかないといけない。お、もうリフォームグッズが買えるぞ。先割れスプーン、ピッカフィクサー、尊い実験用ラット。これ無理やり日本語化して変な感じになってるとこもありそうだな。部屋のアップグレードをまとめ買いするときの数をマルチ購入ボタンで変更できる。一度に1つか10か50か。ほうほう、よいしょ、この右上のか。これで、うん、いいね。ポチポチポチと連打する必要なかったんだね。早く教えてくれよ、そういうことは。こんな感じで週末クリックはこうやって増やしていくと。ほうほう、今やっても、あ、違うんだ。違うんだ今。今度は隕石がリセットするつもりなかったんだ。今の状態だと7ずつしか増えないからね、大したことない増えっぷりなんで、これじゃあもったいないなと。まあ、こんな感じで増やしていくと、週末は何度でも続くよと。最後どうなんだろうな。